はい、皆さんこんにちは、トリスです。今日はね、表参道に来ています。トリスさん、今日なんかおしゃれしてませんか？え、でしょ、おしゃれしてるでしょ、今日。今日なんかあるんですか？今日ね、実はシングルマザービューティーアワードというね、シングルマザー向けのミスコンにサポートするために私は今日来ています。なんかすごそうですね。ちょっと久々にちゃんと仕事をしようと思って頑張っておしゃれしてきました。綺麗な格好してます。ありがとうございます。酔ってないトリスさん見るのは初めてです。楽しみです。本当？はい、ちょっと今日はね、もうコンテスタントの方、今日一日ねずっと勉強してらっしゃるんで、ちょっと私もね、自分にできることをしていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。私、ボディメイクサロンビアスのトリス愛花と申します。はい、名前珍しいなって思われる方多いと思うんですけど、こんな感じ書いてます。私は福岡県出身の29歳で、10年間くらいフリーランスのインストラクターとして活動していました。で、現在は合同会社エアリーの代表をしておりまして、アパレルブランドエアリー、そのままの名前ですね、エアリーとボディメイクサロンビアスというものをやっております。もともと競技エアロビックっていうスポーツをやっておりまして、実は日本代表として世界大会まで行きました。で、そこからボディメイクのコンテスト FWJ 東京大会っていうのは、今年の8月に行われた筋肉美を争う大会でございます。ちょっと皆さんね、ミスコンつながりなので、一度筋肉の方を今回出させていただきました。本当に私はこうしてね、今回審査員という立場からそして皆様にお話しさせていただく機会を設けさせていただいているんですけど、もうただのアスリート畑で上がってきた脳筋の経営者だと思っていただければ嬉しいです。まず皆さんに質問があります。どんな勝負ごとも勝つ方法知りたいですか？知りたい。ありがとうございます。知りたい方手を挙げてください。ありがとうございます。もう一つです。コンテストでグランプリを取りたいですか？取りたい人ありがとうございます。よかったです。グランプリ、いや、ちょっと私はいいかなって思って、ここにいらっしゃる方はいないんじゃないかと私も思ってましたので、ありがとうございます。ということで、本日ですね、グランプリを取るための勝ちマインドを知っていただいて、なりたい自分に近づく方法、本日はこのようなテーマでお話しさせていただきます。皆さん、勝つって何だと思いますか？考えたことありますかね？私はこの勝つっていうのは、他人との比較によって生まれるものだと思うんです。自分に勝つとかいう綺麗な言葉もあるんですけど、今回そのような軸ではなく、他人との比較によって生まれる大人としての勝敗についてお話しさせていただきます。ちょっと思い出してみてください。学生の頃の勝ち負けとかってすごくシンプルで、あ、勉強できるよねとか、あ、なんかスポーツできるよねとか、そうやって表面的な物差しで優劣がつけられていたんじゃないかと思います。それが大人になってからは、潜在的に誰かと比較をして優劣をつけて、それによって自分の欲求を満たしていく行動、そういったものにね、変わってきてるんじゃないかなと思ってるんですね。その自分の欲求を満たす行動ってどういうことかと言いますと、今回 SNS の事例に取り上げさせていただきます。皆さん、お気に入りの服とかお気に入りのコスメ、自分の自己満足で止められることってできてますか？そういったものを SNS に投稿したりした経験ってないですか？私はたくさんあります。私のインスタです。美味しい料理、綺麗な海、洋服、全部揃えてます。こういった感じで買ったものとか食べたもの、そして盛り付けた料理を SNS に投稿するっていうのは当たり前の時代になってきてるんですよね。で、こういった話を私がすると、でもそんな SNS に投稿するくらい普通のことだし、そんな、なんかこう自分を見せようとか思ってないですよって言われること多いんですけど、でも私はそれは、こういったものって行き着く先は承認欲求やと思ってるんですね。
なぜかというと、まあ、自己満足でいいやっていう方、たくさんそういう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方は買った服を着て鏡に映った自分を見て満足してそっとクローゼットにしまうっていうような行動をされるはずなんですね。そこに SNS に投稿していいねが欲しいっていうような欲求って湧いてないはずなんですよ。なんですけど、まあ、SNS に投稿する人たちがこのご時世多いよねっていうのは、人によく見られたいとか、おしゃれに見られたいとか、優れて見られたいっていうような、まあ、学校内でいうヒエラルキー、こういったものを高く見せようとするような行動指針がどっかにあるんじゃないかなと思います。でちなみにこういう話し方私してますけど、どんどんするべきだと思ってます。最近では皆さん聞いたことありますかね、 SNS でのフォロワーって普通に資産を持ってるよりも価値があるんだよとか言われる時代なんですよね。聞いたことあります？ ありがとうございます。それくらい SNS の投稿、まあ、そういった感じで承認欲求を満たすっていうのは日常化しているっていうことですね。で先ほどは SNS を事例にお話しさせていただいたんですけど、このリアルな社会においても、まあ、人よりもよく見られたいだとか満たしてもらいたいとかいう、そういったようなエネルギーに頑張ってらっしゃる方って多いんじゃないかと思います。その代表的な例が社会的地位を高くすることだと思うんですね。まあ、特に男性に多いと思うんですけど、まあ、いい会社に勤めたいとか、独立して社長になりたい、とにかくお金持ちになりたいとか、こういったね、欲をエネルギーに変えて頑張ってらっしゃる方多いかと思います。私の場合、その欲求っていうのが人と違う人生が送りたいっていう欲やったんですよ。私はとにかくこれが強かったんです。でちなみにこちらですね、すんごいポーズで撮ってますけど、これ私22歳、7年前の自分です。この記事ね、4万人くらい読んでいただいてちょっと炎上しちゃったんですね。炎上しちゃったんですけど、もうこれくらい自分は人と違うんだっていうのをアピールしかなくて仕方なかったんですよ。だから大学卒業してすぐにフリーランスになっちゃったんですね。もう当時は本当はね、社会人としての経験値とか会社勤めの役割っていうのをちゃんと勉強するはずなのに、自分はこういった欲求が強すぎてそういった道を歩むことになってしまいました。もう今となっては呆れてますし、もうこの記事だって何回も恥ずかしくて消そうと思ったんですよ。まあ何が言いたいかと言いますと、こういうような勝ちたいとか認められたい、他人よりも優位に立ちたいって思う、こういった欲求って私はめちゃくちゃ大事にしてほしいと思うんですね。そういうのが原動力になって行動できると思うんですよ。逆に人 SNS ばっかりやってとか、人なんか頑張ってるけど実際結果出てないじゃんとか、そういった妬みだとかネガティブなことを言って行動できない方が、私はちょっと幸せとは離れてしまうんじゃないかなと思っています。で、またちょっと激しめの写真を失礼いたします。こちら私のスポーツの実績です。なんかすごそうって思いますよね。なんかすごそうっていうのはちょっと伝わるのかなと思ってワードを並べさせていただいたんですけど、まあ、一応競技エロビック選手としてやってきました。で競技エロビックって知ってる方います？ありがとうございます。本当に？マイナースポーツをやってたので、周りにその専門のコーチもいなかったですし、同世代の競技仲間一人もいませんでした。で当然当時は調べるっていうの難しかったんですね。なんですけど、私は絶対にこの大会で日本一になりたいんだと思ってたんで、必死に努力をしました。でただ努力をしたんじゃなくって、試行錯誤してものすごく考えながら努力ができたっていうのが、全国大会で優勝して、違う大会でありますが世界大会まで行くことができたんですね。
いい大会の成績を出してさぞかしこう順風満帆な人生を歩んでそうに思うんですけど、社会人になってからは全然ダメだったんです。今こうして皆さんの時間をお借りしてお話しさせていただいている立場ではあるんですけど、独立したばかりの頃は本当に毎日こんな感じでした。負けず嫌いの精神と日本一を取ったプライドで独立してみたんですけど、もう体はきついし時間にも限界あるし収入だって足りない、もっと勉強したいのにお金がない、みんな遊んでる中私はずっとレッスンをしていて、でも体はどん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 疲れていって、なんとかしたいなって思いつつも変わる術もわからなかったんです。でまして、もうこんなスポーツ根性もりもりの女性がダイエットを教えるとなるとまあ悲惨なんですよ。痩せたいですってお客様に対して、やっぱり運動足りないからもうちょっとジムに来てくださいとか、食事制限頑張ってますか、スタバとか行ってないですよねとか、やっぱそういうことを言ってしまってたんですね。そういうふうにお客様のせいにしていたのは、自分は正しいことを教えているっていう絶対的な自信を持ってましたし、もちろん勉強して自分も頑張ってお客様に向き合ってたつもりなんですけど、今思うと自分は間違ってたことを教えてたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、こういうふうに独立して私は結構悶々とした数年間を過ごしていたんですけど、ある方との出会いで自分の人生は180度変わります。その方に何を言われたかと言いますと、自分の在り方、仕事の仕方、ボディメイクの考え方全部否定されたんです。もう当時プライドの塊で自分の指導に 100% の自信を持っていた私からしたら猛反発なんですよ。もうその人の顔を見るのも嫌でした。なんですけど、一つ一つ丁寧に、論破していただく、自分のここが間違っているよねって一つ一つ教えていただくことで、ああ私が間違ってたんだって気づくことができたんですね。自分の収入が上がらないのも、お客様の結果を出してあげられなかったのも、全て自分が間違っていたからだと気づいた瞬間でした。そこから経営者としてのマインド、そして努力の仕方、お客様との接し方、一つ一つを全て見直していきました。そこからはトントン拍子というわけではないんですけど、ブランドも立ち上げたりだとか、新しく挑戦してみたボディメイクの大会でも入賞したり、あと夢だったジムもオープンすることができたんですね。もう本当に私は今こうして皆様にお話しさせていただくんですけど、この話ってここ1年での出来事なんですよ。1年前自分が何も変わろうとしなかった、そういったアドバイスをしてくださる方の耳を傾けなかったということをしていたらどうなってたんだろうとゾッとしています。私は努力っていうのはして当然だと思います。頑張ってください、やりきってください。なんですけど、やり方が間違ってると結果は出ないですし幸せにもなれません。今皆さんはコンテストに向けてしっかりと努力をしている最中だと思います。そういった努力を無駄にしないためにも、ぜひ正しい努力に出会ってほしいなと思うんです。うちのサロンはこれまでのダイエットの概念を一新して正しいやり方をお伝えしていくサロンを経営しています。皆さんダイエットっていうとどんなことを思い浮かべますか？摂取カロリーを減らしましょう、動く量を増やして消費を上げましょうって、この差を生むことで体はどんどん痩せていくんですよってきっと言われてる方多いと思うんですね。なんですけど、体っていうのはそんなにシンプルなものではありません。一時的には痩せるんですけど、リバウンドしたりとかなかなか結果が出ないっていう方もたくさんいらっしゃいます。せっかく頑張ってても痩せないってすごい悲しいじゃないですか。食事我慢して運動も頑張ってるのに体重を見るたびにはぁってなる経験したことある方多いと思うんですよ。それなぜかというと、もうシンプルに代謝が落ちて体が燃えにくい状態になってるからなんですね。食べる量が減ったら、その減った分体はその少ないエネルギーを蓄えようとする力が働いてきます。だから代謝が落ちて脂肪燃焼しにくくなってしまうんです。こういった間違った
ったダイエットをしていくと、まあ、痩せないしリバウンドするどころか髪とか肌とか爪もボロボロになってしまう人多いんですよ。もともと綺麗になりたくってダイエット始めたのに本当にもったいないです。しっかり食べて代謝を下げさせないダイエットを提案させていただいてます。食べれなかった方に結構叱咤激励をしてるくらい食べることにコミットしていただいてます。まあ、その結果体重は落ちますし、髪とか肌とかもダイエットをする前よりどんどん綺麗になるっていう方が非常に多いんですね。ちょっとここで一つ、うちのお客様で50日間100キロから87キロまで13キロにダイエットに成功した方の面白いムービーがあるので、そこ流させていただきます。実は体重100キロを超えましてですね、僕は身長180ぐらいあるんですけども、ちょっとめちゃくちゃ嬉しくてですね、人生の中で体重100キロいくのかなっていう、すげえなーと思って、ただまあこのままの体重キープはさすがに体に毒なんで、まあ、どっかで痩せたいなと思ったらたまたま社長がケトジェニックダイエットやってみるってことだったんで、まあ、炭水化物を抜いてタンパク質を取って、でプラス週1で筋トレしながら、ダイエットやしてたんですけども、まあ、結構早い段階から効果が出るかなと思ったんですが、どちらかというと2週間超えたあたりぐらいから腹回りの肉がなくなっていて、体重もやっぱり3キロぐらい痩せましたね。まあ、1ヶ月でゲロッと痩せるというかは、うちのボディメイクサロンではそういった正しいやり方の食事指導を提案することによって、結果的にエステとか高額な化粧品っていうのを使われなくなったっていうお客様も結構いらっしゃいます。体の本質を変えるには正しい食事の知識を身につけることが全てじゃないかなと思っています。私もですね、2000キロカロリーっていう普通の女性が食べている食事と同じくらいのキロカロリー数を取ってこの体を作りました。そしてお酒、毎日ガンガン飲んでます。はい、山本由伸先生とかバズーカ岡田先生っていうボディビル界ではかなり著名な先生方が、これだけ飲んで食べて絞れてるのは鳥栖さんが最強ですっていう風にお話しいただいたほど今注目をしていただいてます。やはりこれだけ過酷な減量をするボディビルの世界でも食べて痩せるっていうのは多くの方が成功してないんですよ。なんですけど私は毎日しっかりと本気のカロリー摂取をしながらこの体を作り上げました。はい、ということでね、これからコンテストに出場される皆様は今も絶賛大会に向けて最終調整をされている途中だと思います。せっかく皆さんが頑張るその意思とか思い、本当に大切にしていただきたいので、ぜひ正しい努力に出会っていただいて、より一層美しくなってステージに立っていただければと思います。また皆さんはこのコンテストが全てではなく、コンテストが終わってから、そして全国大会に向けて、またその先の人生に向けてどん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 美しさを磨かれていくのではないかと思われます。ですのでぜひ美しさをキープしてさらに美しくなるように毎日励んでいただければ私も嬉しいです。はい、それでは皆さんコンテストに向けてぜひ全力の負けん気の強さを出して頑張っていってください。ありがとうございました。トリスさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。めちゃくちゃ真面目にお話ししてましたね。よかった、ちゃんと喋れてたかな。喋れてました。よかったです。最後撮影会始まってて、いやすごい、なんかボディービルダーになった気分です。みんな撮りたい撮りたいって言ったけど時間がねなかったから撮れてない人もいましたね。いやそうなんですよね、すごい申し訳なかったですし、なんかね本当に皆さんもう目線がキラッキラしててですね、やっぱり頑張る方々って素敵だなと思いながら、私もね自分が大事にしてることをお伝えさせていただきました。はい、ということでまたねコンテストの当日もね私審査員させていただきますので、ぜひその様子もまた YouTube でお届けできればと思います。ぜひ皆さん引き続きご覧になっていただければ嬉しいです。ありがとうございました。